テアトロコロンテアトロコロンの位置テアトロコロンテアトロコロン西側テアトロコロンはブエノスアイレスに位置するオペラ劇場第二次世界大戦中ナチスドイツに追われた巨匠エイリーヒクライバーが10年間主席指揮者を務めた歌劇場として知られる初代テアトロコロンプラサデマヨの中列客席1960年テアトロコロン劇場内に芸術大学が設立された 国際的に著名な卒業生には、バレエダンサーのパロマ・ヘレーラやリリアーナ・ェルフィオーレ、また声楽家のベルナルダ、フィンクや、マリア・クリスティーナ・キーヤなどがいる。ティッタ、ルッフォ・アメリー・イタガリ・クルチ、ジャコモ・ラウリ・ボルピ、アルトゥーロ・トスカニーニ・エット・レ・パニッツァ、エンリコ・カルーソー・マリア・カラス・イー・ゴリスト・ラビンスキー、アルトゥーロ・ネゲル・ビバリー・シルズ・レナー・タ・テ・バルディ、マリオ・デル・モナコ・アルフレード・クラウス・ハンス・ホッター・プラシド、 ドミンゴアストルピアソラディヒャルトシュトラウスキルステンフラグ、スタートビルギットニルソンエイリヒクライバールチアーノ、パバロッティマルタールゲリッチネストルマルコーニーフジムラミホシ、田中キヨコエビアキコ iht.com、ハットオフィシャルサイトアーカイブド2008年5月13日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。